まもなく。絶対狼オオ。行くと思った。身分を確認してください。もうやだ狼。オオカミ夜が来ました。目を閉じてください。 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした9番のプレイヤーは発言してください,、まあ、ださいはいおはようございます村人営でした自分霊能です自分霊能ですあ握お願いしますっ,ってことでね最初なんでねうん進行論どうしましょうか うーん何も考えてなかったんだよな。うんとね、まあ、もし例の太鼓が出るんであれば、まあ、その対抗との自分との審議、うん、を、えー、しっかり皆さんには言ってほしいですね。うん、愛に例のを釣り切るっていうのも自分は嫌いなんでね、まあ自分が真なんでね、うん、君のとかっていうのも十分視野には考えてほしいですね。くらいですかね。 どうぞ1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師です。ランダムで4番さんが白ュ出ております。ランダムで4番さんが白ュ出ております。 そうですね、キューバーさんの例のを把握いたしました。そうです、ね、キューバーさんについて、まあ、例の決めるってほしいとか、あの例の、まあ、どうなんですか俺も脳死例のローラーはあんまり好きじゃないですね。なんか適当になんかあの、はい、とりあえず脳死で、もう場面とりあえず分かんないから脳死で例の,のローラーしますみたいな。あれ俺の声聞こえます生させ切れましたけど。あれもしもしあ、OK ですか、はい、あ ?OK です。そう。はい。そう というのはあんまり嫌いなので、まあ、七番さんから、なんか、たまに、今日、なんか。えっ、ー、と、偽がなんか、例の語る場合は、なんか、たまになんか。二番。のプレイヤーは。 はい、えー、おはようございます。9番さんが霊能者、1番さんが占い仕様で4白の盤面ですね 1>、うんえーあ。1番切れちゃったか。じゃあ9番さんからなんですが、9番さんの進行論というか、まあ気持ち的な問題で、えー、対抗が出たら決め打ちをしもう視野に入れてくれと村に言ったのかな。9番の視点というのはわ、えーまあ、かるか、 えと結局、自分目線の話が多かった、村に情報を落とすという面では、9番さんは、えー、あまりなかったかな、そこが。なので、9番は生存意欲が高かったっていうぐらいしか印象がない。まあ、結構な情報だけどね、1番さんについてはあまり聞こえなかった。なので、審議がつけられない。2週目に考察します3番のプレイヤーは発言してください。はい 9番さんに関しては安易にロラしてほしくない。まあ気持ちはわかるかな。2番さんも言ったけど自分視点の話って感じだよね。うん。まあ特に何もないかな。1番さんも4番さんにしろうってことで。んで、それも同意って話でしょう。特に印象もないかな。うん。まあ場面しっかりしてからまた印象については話すかなと思います。2番さんに関してもないかな。回すか。うん。特にないね。次。4番。 のプレイヤーはは発発言言ししてください発言しださい、はい、発言します、えー、と9番さんに関しては、うんまあ、製造欲は高いなと思ったけど別に引っかかる点はそこまでなかったかな。うんうん、まあ一巡見て対抗出てくるか出てこないかでまた精査をしていこうかなって感じ9番さんに関しては。全然決めてる場面だったら俺は決め打ちもしていこうかなと思って。1>, うん、1番さんはまあ占いで自分に白で、まあうん、1番さんも正直占い師としての引っかかる要素はなかった。 うんうん、で兄さんに関しては正直色落ちはしないけどうん3番さんがそのえっ、ー、と2番さんうん誰も色落ちしないみたいなでも2番さんとほぼほぼうん同調だったよねって感じだから2番さんの印象ぐらいは良かったんじゃないかなと思ってる3番さん視点うんそこが引っかかったかなまあ引っかかったけど正直みんな色落ちはしてなかったまた2巡目考察します5番のプレイヤーは発言してください はい、占い師です。6番さんランダムで白と出ました。把握お願いします。うん 最高の1番さんに関しては今のところ人狼で見てます。このレギュレーションだと占い師人狼が出ることが多いんで、まあ別にどっちでもいいんですけど、とりあえず今のところ例の1人しか出てないので、ちょっと例のに触れたいと思います。9番さんに関しては、俺は印象が良かった。うん。俺もバリバリに生存意欲出してほしい。2番さんに関しては生存意欲って言ってたんだけど、じゃあその生存意欲をどう見たかまで発言して欲しかったかな。3番さんに関してはちょっと発言が少し短かった印象があります。2番さん 番,番さんとも色落ちはありませんが印象は私悪いです。はい。うん、全然私決め打ちでいいと思いますけどね。決め打ち、うん、決め打ちして、うん、負けるようであれば、その村はもう負け村だと思ってるので、あの、脳死でロラっていうよりも、ちゃんと考察を落としてほしいかな、正直。以上。6番、のプレイヤーは発言してください。はい。1が占いして4にしろ、5が占いして僕にしろですね。で9番さんが霊の死を把握しました。 まあ、7八ので例は出るか何で出るかわからないですが、まあ、基本7八出た場合、2 2進行になった場合は基本0ローラをかけたいと思っている。うん、ただし5、5一の占い師に大きな審議の差が出た場合は、グレー攻めもありだと思っている。うん。かな。ただし5、5一に関しては現状全然審議がわからないから、まあこのままの、このままの盤面、このままの面だったらグレー攻めでいいと思っているし、7八でレの出たら、レのローラーでいいと思っている。うん。っていう感じですね。はい。 ブレジに関してはどうでしょうか ?2 番さん、3番さんに関しては、まあリラックスしているなという印象ですね。リラックスはしているなという印象。色は落ちないですね。4番さんに関しては若干3番さんへの疑問を提示したという形ですね。うん。うん。2番さんの印象良くなるんじゃないか。自分と一緒だから。という意見。そうですね。まあでも、意見が一緒、イコール印象がいいというわけではないので、 うん。そのつっかかりはどうだったんだろうなと感じがしますが。ヨーマーさんが村で、まンマさんにあえて殴ることによって村の議論を活性化させようとしたという感じが見える。まさに関しては。うん。2歳の黒い人は正直いなかったっていう印象ですね。僕は。イチゴの真議はわかりませんが。うん。一番さんがなんかだいぶテンパってるなという印象がありました。はい。 っってるなーと思ったぐらいですね、うん、ちょっとグレッチからちょっとあまり考察は伸をせないですね人結確定しないとなんとも言えないなって形です。以上です。うん7番のプレイヤーは発言してください。うん。8番さんで何かしらの役職ね、例のか占い出なかったらグレーズめになる。うん、8番さんの発言聞かないからもうグレーの話だけします。まあいいや、とりあえず9番に触れるわ。9番さん生存意欲高いってみんな言ってたけど、そこまで高くなかったと思うな。 うん、その例のロラストップもちょっと頭に入れてねって、シーンだったらもっと言ってもいいと思うな、俺だったらね。うん。ンだったらもう僕真だから決め打ってくださいぐらいまで言ってほしいな。ちょっと濁してる感があったから。うん、ってところ。で、えっとね、2番さん。2番さんは9番さんが生存欲高く見たっつった、うん。で、5番さんも言ってたんだけど、だったら9番さんを何で見てるのか。 偽だった場合っていうのは2番さん目線オオカミになるんではないでしょうか。うん、生存力高いからっていう理由でね。そこに関して9番さんに対しての精査がちょっと薄いなと思ってる。うん、ただ一番色が落ちてないところで無理やりでも色をね、いろいろ活性化させようとしたっていうところで、まあ現状まあ2周目聞いてからって感じかな。3番さん2番さんがあれだけ発言したのに2番さんにほとんど触れず、そんなに触れたくないのかなと思ったな。うん 2番さんってめちゃくちゃ触れるとこいろいろあると思うんだけどな。3番さんはなぜ触れなかったのか。うううん、ちょっと疑問に思ってます。どで、ところで5番さんとは目線が一緒だから、占いだったらとりあえず5番さんを死んでみたいかなと思ってます。うん。こな。8番さんが何で出るかによるかな。うん。出なかった場合、出なかった場合、今のところ3番さんが一番怪しいかな。時点で2ってところかな。うん。まあ、それしかいないんだけど、今のグレーね。うん。ただ3番2に触れなさすぎだなと思ったな。結構触れるとこいっぱいあると思う。うん。 で、2番さん、2週目聞きたいんだけど、9番さんは製造力高いとまで思ったのに、9番さん偽だったら狼って出なかったらなぜなのかをちょっと聞きたいかなと思ってます。じゃあ8番さんに回します。8番のプレイヤーは発言してください,ださいうん例のね、例の、私、例のね。うん、で、えー、まず対抗についてね、まあ、基本的にやっぱり1週目の一番初めだから、今日で見るよ。今日で見るただ、気になったのは5番ね。5が,、えー、5が言ったのが、9がまず新目が高いというところと、それから、 えー、決め打ちをしたいって言ってたよね。だから、ワンチャン号泣黒で、えー、対抗で私が出ることを分かって、私を釣りに来ようとしてるようにも若干見えたというところ。ただ、基本的に急遽で見る。で、まず9、ねえー、9の、えー、2戦目を挙げるね。9の2戦目については、あの、これさ、9の発言ってさ、ほとんどさ、例の対抗で出ることしか言ってなかったよね。これさ、例の対抗出ない場面もあるよね、普通に。 うん、あるのに対抗が出て、その時の話しかしてなかった。私、普通にあの一番初めの発言だったら、私、シェ確定進行だった場合、私の発言に惑,惑わされないでねとか、そういうこと言おうと思ったんだけど、9の発言って、もう自分は絶対対抗出るような発言でしたよね、うん。っていうところかな、9の2戦目、えー。決め打つなら9。で、グレーズリーだったら、えー、フルオープンで3でいいと思う。以上。9番のプレイヤーは発言してください。さいまず対抗把握ね。うん、対抗把握。まずブーメランに返すけど、対抗。 絶対出るないて俺言ってないからね。うん。うん、まあ、盤面上ね、対抗出る可能性も考えて、ね、もし対抗出るんであればね、うん、うん、ローラーするか決め打ちするかね、うん、みんなと一緒に決めてほしいってことを言っただけ、進行論っていうか気持ちね、うん、一週目の俺の気持ちね、そこをね、黒とかね、おかしいね。あと、号泣ローおかしいですよ、号泣ローなんて。どこにあったらいいなんて。うん、もうね、もうすごく、もう、対抗の黒ってわかるでしょ、う。って感じで、まあ、まあ、グレーに触れていくと、まあ、 1>, 1番さんか、うんまあ、次の週期待なので、まあ、テンパってる印象は確かにあった、うん。次の週頑張ってほしい。で、2番さんか、うん、自分のこと生存意欲ある。まあ自分のだの中ねそれあるよ。ってことで、自分のことをどう思っているのか、次の週言ってほしい。で、3番さんも2、2に対して何も話したいんだよね。3番さんだったら、2、について、まあ自分含めて、もっと喋ってもいいのかなって思ったから、3番さんが、うん、若干苦いかな。 でね4番さんがね、うん、3番さんに対して触れていた。うん、その点については自分いいと思った。で5番さんが6番にしろ。うん、自分ごとし5番さん別に自分のことしめるとは言ってないよね。そこ完全に捏造だよねって感じで、ね。6番についてはね正直分かんない、まだ、うん。でも現状俺、ね、囲いはないと思うよ。もう対抗強靭に現状置いてるから。 五一、うん、が老と神老と考えると、現状で過去ではないのかなと今感じている。うん。46については別に特段苦労をよくをさいあれなんかいきなり綺れだな。あれ2周目。そうですね。8番さん、9番さんについては、一番若干9番さんの方が神明かなと思っている。8番さんにか関しては、一番初っぱなから9番さんの対抗だときのみで、グレーセーサーがちょっと薄かったかなって思う。あ最後に取ってつけたように、なんか3番がおんちゃらかんちゃらっていった感じ。 キューバさんに関しては、一応全体的に盤面整理をしようとしてて、若干キューバさんの方が新目かなっていう感じ。例のから行くんだったら8番さんでいいと思っているっていう感じかな。えー、対抗の5番さんについてるけど、今のところ狼で見てるから、なぜなら5番さんの発言から対抗を一応狼で見てる。つまり俺のことを狼で見てると、こういったところから一応5番さんも俺も狼をしてるかなって感じかな。6番さんについてなんだけど、6番さんについては、例のが2人から、なんかとりあえずグレーからみたいな感じの発言があったんだけど、多分六番さん自身が,が,がローロー囲いとかしてて、 そしたら、そんな、なんか、6時にグレーからいくなんていう発言は出てこないかなと思ってるところで、6番線は若干白いからって感じ。2、三の色はまだ落ちないかな7番線についてはちょっと正直知らん。今のところ、例の1からいくんだったら8。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。うん、通常通り、占い心労、例の心境で見れば、1番の相方と見るならば3番、5番の相方と見るならば7番でしょうね。っていうことが考えられる。 ここまで3番に結構ヘイトが集まっていた。っていうのは、いまいち納得のいくものではなかったかな。うん、9番の霊能仕様で自分の視点を話しただけ、1番は、えー、ほとんど発言ができていなく、ほぼ声色、えー、精査しかできない。っていうのは6番しかできていなかった。状況で、えー、結局3番にヘイトが集まった。結構雑なヘイトの集まり方だったから、 もしこれが村があっていて3番が狼だとすれば1番が霊能から行きたいといったことから3番が釣り位置に上がっているから霊能に向けたっていうことは考えられる7番に関しては囲いを追わず237番の視点って結局あの時点で8が霊能で出ることを前提で話したってなると7目線で23に狼がいる確率が高いにもかかわらずってところだね46の精査はあまりしない ロ呂囲いは見なかったっていうことかな。にしても2、3のがほぼ変わらないことならば4、6の精査に向けてもいいかなと思ったので3、7どちらも黒があると思う。ただ1黒だったならば3黒だし5黒だったら7黒かなとは思っていますね。で、1番の精査で6番の囲いがないというのは納得ができた。うん そうだね。どうしようか。5番さんの新芽があるかどうかで、霊能ロラするか、グレーを詰めるかっていうのを決めたいかな。うーん。<laughs> 1番、3番さん釣りたくないように感じちゃったな。8番から行きたいって言ったのが。3番のプレイヤーは発言してください。まず2番さんね。あの、皆さん聞きたがってましたけど、答えなかった、あえて答えなかったのかな。9番さんの生存意欲がどうだったのかっていう、まあね、まあ、しょうもない議論だと思うけど。 まあ、一応言ってほしかったかな、思いますけどね。で、そうね、一番さんは、うん、一番さんからね、グレー詰めるって話出てもいいかなと思ったんだけどね。カリド出て、あの、カリド出して、グレー詰めてもいいって話出てもいいと思ったんだけどね。だからやたら例の釣りたがってたよね。うん。まあ、二番さんは、そうはな、カリドの話はしなかったよね。一、二、二、四神もあるかなと思ったけどね。そこを拾いたくなかったのかなと思う。って延長できない。 うーんー、個人的には、ただ、1 2, 2,、2、2、狼7番さんは、うーんー、そうね、何ツ突っ込みどころ多かった、うーんー、2番さん突っ込みどころ多かったって、多かったって言いながら、結局何、何その、9番さん生存欲があったってことでしょう多くはないでしょし別にそんな突っ込むことでもないと思ったけどね。生存欲高いなーって感じでしょ うん、僕もそうね、生存意欲高いな。でも、印象ないなって感じだったから、別に印象なかったしって感じだったからな。46につ、まあ、4番んについては私、あそうね、議論の活性化ってことなのかもしれないけど、2は3の同調。うん、同調っていうか、何も思わなかったけどね。もうなんなら生存意欲も、そんなよ、発言するほどでもないとも思ったから、同調ではなかった。 6は結構白いかなと思ったね。うん、1番さんの声の触れ方とか、しっかり触れたしね。うんまあ、グレーに相方いそうな感じはするよね。いや、でも1、2より1、7かなって感じはするけどね。4番<人>、えー、うわプレイヤーは発言してください。さいはい、発言します、えーと。自分、カリウドですね。乗っ取られるの嫌なんで出ておきますね。カリウドです。えっ、ー、と、正直、 えー、6番さんと2番さんは白いと思う。うん。えー、だから、で、狩りと出たのは5番さんが死んだとしたら、自分占うっていう無駄占いが、え、どういうことっすかね。バグって短かった。ああ、そういうことっすね。了解です。でまあ、それが、まあ、無駄占いさせたくないんで出ましたと、乗っ取りの線も考えて。うん。で、 正直、8級の精査は俺、全然どっちが真とかもう分かんなかったし、両方2戦あるから、もうこれ、ローラー完遂した方がいいなと思った、8級は。だから、どっちから言ってもいいかなと思ってる。あこの話で見たかったなうん。で、グレーで言うと、やっぱ、7番か3番が怪しいかなと思ってる。で、占いは俺今、今の進路で伝てるかな。かなうん。で、相方が三んどっちかと思う。その精査をした2番さんが一番白く見えたかな。うん、えー。で、3番さん、そのカリウド出してグレーから行っていいっていう線なんだけど、ね、俺、八級のね、審議、全然、 両方2戦目あるし、両方シンとも思い上がったし、すすたここカリウッド出してグレー詰めたら、えー、っと、役職って結構、決め打ちで結構釣っていかないときつい盤面になるんだよね、グレーで仮に釣るのミスったら。うん、その線は終わなかったのかなと思ってる。8九信教で見てグレー釣るのも分かるけど、8九って俺正直どっちがシンとかどっちが2戦とか正直分かんなかった両方2戦目高いなと思った。両方7番についてあんまり触れてなかったし、うん、俺グレー、1巡目7番さん結構黒いなと思ったけど 7番さんがその2番さんへのツッコミどろがいっぱいあるでしょっていうその雑すぎたかなそのそれで3番さんにツッコむのが、うんうん、そこが7番さん引っかかったかなうん、うん、正直3七にどっちかの相方いると思ってる占いの相方はで3番さんが5番さんにちょっと触れなかったのが時間短かったっていうのがあるのかうんまあ、とりあえず9八九どっちかからいきます5番 のプレイヤーは発言してくださいれはレア、ね、のいく君だったら今のところ八番さんですかね。2週目の発言も聞いてからですけども、8番さん目線、号泣朗々が見えた。うん、ありえないでしょう。うんうん、じゃあ、号泣朗々が見えたんだったら、強人がどこにいたいそうだったのか、なぜで精査するべきだったと思ってます。まね、8番さんに関しては、俺は1号で精査すると5番さんの方が新目に見えて、とりあえず5釣りをしとけっていう、ただの強人に見えました。 私は今日8番さんからいきます。グレー詰めからはありえないでしょう正直。なんかたまに提案する人いますけど、それで黒釣れたとしても、どうしていくんですかどうしていくんですか次の日。多分白黒出ますよ。黒釣れたとしても。どうしていくんですか狂人に関しては多分グレー釣ったとしても、多分白って出しますよ。黒で黒って出て確定黒が出,出るのが嫌なんで、白黒しか出ないですよ。白黒か白白。そんな場面にしてどうするんですかと言いたいですね。今日は芸能からですよ。8番さんから今のところ行こうと思ってます。 で俺は決め打ちでもいいと思うけどな、まあ、明日の発言と盤面を見てでもいいですけども、決め打ち決め打ちして、例の決め打ち、占い決め打ちして、うん、あの負けるパターンってそれで外した外した場合のみですよね、うん。外した外した、そんな村ってほぼ負け村だと思ってるんですけど、うん、決め打ちが怖い、うん、それは分かります。でも決め打ちが嫌なのは狼だと思いますよ。まあ、そういう発言も含めて、占いの心境で、 占い,占いじゃない、芸能の心境、占いの進路をあの見極めていけばいいかなと思ってるんですけど、まあ今のところ、俺一番引っかかってるのは2番さんなんだけど、2番さんに関しては8、9の精査をせず、1号の精査だけして、ライン精査だけした、うん、今日はじゃあどこ釣りたいんですかって普通に思ったんですけどね、もうそれは僕にも言える、うん、のでは2番さんがめちゃくちゃグレーに塀と巻き散らしてきたなっていう印象しか思えないです。以上6番のプレイヤーは発言してください。 一応できないや。まあ、いいや。えっとね、グレーチで狼要素を拾えたのは7番さんだと思ってますね。7番さんの考察にはあまり納得ができませんでした。7番さんっていうのは2番さん、3番さんに対して黒要素、狼要素、疑問を挙げた要素として、2番さんが9番さんの内訳を言わなかったこと、3番さんが2番さんに触れなかったことを狼要素というか疑問として挙げていた、印象が悪い要素として挙げていましたが、それって印象悪いですかね。 2番さんが9番さんは生存欲高いって言っただけで、打ち明けのさ札なんてあの時点でする必要ないと思いますし、うん、3番さんなんて9番さんの例の C1 番さん何 C 用で、グレーチン2番さんしかいない状況で、2番さんに触れないから黒いとか、っていうのは暴論かなと思いますよ。うん、別に触れなくてもいいんじゃないかなと思ったので、23への殴りに関して納得があまりできなかった、7番さんに関しては。ということから一番狼目が高いのは7番だと思っている。 俺5番さんと違って2番さんの考察にはすごい納得ができた。13をつなげたところに納得ができましたね。8、えっと、3にヘイドが集まっている状況を変えてレロリノって言ったから13狼があるんじゃないかっていう2番さんの考察に関しては納得ができましたね。なるほどな、と思いましたして。うん。だそこ5番さんとは違うな。あと5番さん視点でグレー詰めたら明日の狼につけるんですよね。僕、スムラなので、5番さん視点って7、さん誰か詰めて、売れない結果1本出せば、 初日に村が釣れて、られていたとしても、二日目、岡道、うん、つけるんですよね。だから、五番さん視点っていうのはグレーズメもありだと思いますよ。ただし、一番三の占い先、カリドに刺さっていることから、一番さん視点の主観グレー幅が4なので、今日はレイローラでいいと思ってます。レイローラのレイの真にはつきません。八番さんの二次目の発言を聞いてから、どちらかに入れます。グレーチで一番欲しいと思っているのは七番さんです。白いのは二番さんだと思ってます。はい。今日はレイローラでいいと思います。以上。七番。 6番さんに返すけど、じゃあ3番さんがノージで何も2番さんに対して言わなかったら、それ以降の議論伸びます触れるべきでしょ、うん。暴論って言ってたけど、触れるべきなんだよね、うんや。やっぱ俺3番怪しいと思うぞ。3番っていうのは1にあるんじゃないかって言ったのに17って言ったんだよ。17ってどういうことと思ったわ。うん、17はやばくないと思った。<laughs> 僕初週で5番さんのことしんって言ってるんだよ。5番さんのことしんって。うん 一番さんも、俺一番偽だと思うよ。一番。一番って七番に関しては分からん。知らんって言ったんだよ。僕一週目五番さん、真って言ったんだよ。うん、それさ、一番さん、新占いだったらめちゃくちゃあれでしょ。こいつなんだって思うでしょ。そこで知らんって言ったんだよ。めちゃくちゃおかしいなと思ったわ。俺五番さん、真って言って、そこから一番さんが七番さん知らんって言ったんだもん。うん、全く意味わかんないと思うんすか。だからもう占い決め打ちたいぐらいなんだけど。 1>, 1番、3番に触れてないでしょこれ、安直に1 3とかあるんじゃないのと俺思って、2番さんの言う通りに。うん。で、例能だったら、例能だったら俺9から行きたい。例能だったらね。例能は9。9っていうのは、えっと、5と7が言ったことをそのままずっと同じこと言ってるだけだった。2番さんは僕にと、え、9番に対してどう思ったのか。3番さんはなぜ2に触れなかったのか。自分の意見がほとんどなかったと思ってます。9番さんに関して。うん。でどこかな。だから俺は9から行きたいと思ってる。3番さんの1、7つなげたらマジで笑ったわ。 って、うん、ところかな。うん、1番さんなんで僕のこと知らんって言ったの僕あの5番さんのこと信じてみたんですけど、めちゃくちゃ発言1番さんからしたらなんだこいつと思うはずなんだけどな。ただ一17音だったれな5番さんは俺は信じておくから6番さんは白。うん、1黒、占い信号でおくから1黒と置いた場合相方は23、うん。でも2番さんに関して13を繋げたよ。っ、う、て、ん、どこなんだけどな。俺も1から行きたいぐらいなんだけど。八番。 のプレイヤーは発言してくださいほぼほぼ139か359のどっちかで見てるで、どっちにしても3は黒で見てる、私、最後にフルオープンで3ずりって言ったのは、3がワンチャン仮じゃないかなと思った、初週の発言の印象をいろうとしたくないっていう感じがした。 で実際、4が狩り出てきたところからも、私はやっぱり3は結構黒軸で見てるかな。さっきの発言でも特に釣り位置を明確に示さなかったところを見ても3黒軸で、私は今日3釣りを結構したいと本気で思ってる。でただ、村がどうしてもそれが飲めないなら、レールアで私は9を釣ってほしいというところ。で私が、あのーえー、7、1週目に9に突っ込んだところは、レ、えールの太鼓が出なかった時の話をしなかったことね。 まあ、対抗が出るの確定じゃなくて、うん、1>, 1人、えー、要は自分だけが死んだときの進行論を述べなかったところから対抗が出ることを確実で発言しているというところ、ね、というところね。で、えー、一番白いと思ったのは2番、うん、2番と視点がほとんど同じところ。で、こで気になったのは、えー、そうだね、5番2を黒塗りしたんだよね。 内容覚えてないけど、なんか釣りついてないのかななんか覚えてないけど、多分それって3にも入れたことじゃないかなと思ったんだよね。けど3に触れずに2だけに突っ込んだところから私は53というところもちょっと見えたというところ。言われるよなうー、んうんうん、というところかな。だから私は結構今日グレーで3を詰めてほしいかなと思ってる。うん。つむらだしね。明かりにあっても。うん。 それがもし飲めないなら9ずりだから私と9の精査をしてもらって私を死んでやっていくなら9でもしいそれができないなら3を押ってってほしい投票を始めてくださいあーやだあぶだやさか。 8番のプレイヤーは発言してください9しても3ずり飲めないかな飲めない今のうんえー、自分に入れてるのが36あ6が入れてるのか9うん359がばっこり入れてるからやっぱり359はめちゃくちゃ硬いんじゃないこれめちゃくちゃ硬いと思ううんでただ5が65、えー、が6にしようか ってことは、えー、5、6もあるのか。これ、バリバリ人外票が3、3つ入ってるんじゃないかなと思ってるよ。うん。え、7黒いかな私結構7白いと思ったんだけど、私が3釣りちなみに押したのは2、7が白かったから、2、7白かったから3線の釣り進行でいいと思ったというところ。というところかな。まあ、ちょっと私とあの3番で票を出したのは申し訳ない。申し訳ないけど、これによって,っても明日のコースすごいはかどるんじゃないうん。すごい良かったもんよ。以上。 えー、明日ずりね、明日ずり。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。しまった、これ初日、老学校にしてもよかったですかいやいやいや、いいと思いますよ、これで。うん。めっちゃいいペースだと思う。これ,これ、誰に出し、どれで出した方がいいですかね。7クロとかいいんじゃないですか。もう,もう7クロいっちゃうしかないですか、もう。うん。全然勝てると思いますよ。 すみません。じゃあちょっと斜めに黒出しますね。はい。裏辺りもしっかりね。 朝がうべきか昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言,発言してください。ということは私の線もも3クロですね。1番さんを狼で置いてることから。うーんということは結構詰まってますね、これ。3<黒>ちなみに9番さんはどっちを打ちました あれ打ってないあ8白うーんー、7番さん釣ってほしいですね。じゃあ、俺は普通に黒を釣ってほしい。多分俺目線は3黒。7番、あ、7番さん目線じゃない。1番さん目線は7黒になってるわけですよね。あ、7番さん釣ってほしいじゃない。ごめん。いやー、今のはやばい。ちょっと、1番さんにめっちゃ突っかかりを取るところ持ってって、持ってかれちゃった。3番さん釣ってほしい。3番さん 7番さん釣っちゃったら、9番さんがもし強靭だった場合に、うん、普通に PP になっちゃうので、3番さんから釣ってほしい。うん、37ラんでいいんじゃないですか強靭で見てるんだったらね。まあ、安定でいくと9番さんなんですけど、多分もうほぼほぼ私目線は3黒。で、1番さん人童の,の1番さん目線は多分7黒って言ってくるんですよ。これ、決め打ち、9番さんを死んだと置いて、決め打ちしてもらっても構いませんよ、俺は。占い師を。俺は3番さんいきますね、今日。 昨日グレイ行けって言われたんだけど、6番さんに関しては、うん。俺目線はそうなんだけど、村目線考えると、3番さんで釣って、仮に釣って白黒が出て、じゃあ次の日の進行どうするのかって考えたとき、めんどくさいから普通に例のから行った方がいいと俺は思ってるから、別にグレイ釣りからじゃないんですよ。うん,うん。わかりますこの理論。うん。行って、行ってどうすんのグレイから。黒黒出ればいいよ。白白出て、白黒出てどうするのっていうのを、俺、 昨日行ったと思うんだけど、今日俺は3番さんに行きたいです。ここはじゃあ、しろの2番さんに決めてもらいましょう。9番さん行くのか、グレー、37どっち行くのかっていうところ。以上。6番のプレイヤーは発言してください。僕と2番さんが隠しろですね。8強新居と見るんだったら、えっと、どうなるんだ ?37、あ、57と93になるのかなラインに行くと。うん。 あ、1、一3か。一三と57になるんですね。ーと6番さんは角白ですね。僕、8級新居だと思うんで、今日は37どっちかでいいんじゃないかなと思ってます。うん。えっとね、5番さん視点って3番んの色は関係ないんですよ。3番さんって、5番さん視点の主観ぐらい幅っていうのは、僕に白が刺さっていることから、2、3、7なんですね。仮に昨日3番さんに、3番んを詰めて、5番さんが7にどちらかを占って白だった場合。仮に3番さんが白だった場合、村。 レゴンさんが白を見つけた場合は残りのカングレーが狼一になるんですよ。うん。だから5番3視点って8を詰めることによって2日目狼一が透けるんですね。うん。だから三番三目線、5番3目線は3投票になるんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん、昨日、霊論に,に投票したのは1番3視点の主カングレー幅が4人だから。1番3視点っていうのはグレーを詰めたとしても2日目に狼一が透けないから、1番3を新宿で考えた時のグレーズは弱いから、昨日は霊論に入れました。はい。 うん、37だったら単体で黒いのは7ですが、57ラインっていうのはちょっと露骨すぎるなぁ。7番さんが狼だった場合って、57狼だった場合って、7番さん、1番さんめちゃめちゃ,めちゃ殴ってるんですよね。1番さんの占い値に入るムーブなんですよ。7番さんのやってる行動って。うん、だから、57ラインっていうのが露骨すぎる気がしている。うん。で僕は今日は89心境で見て37のランでいいと思うんですけどね。 9番さんが死んだったら、今日は決めして村を移ってしまったとしても7が増えるので、3ならで僕はいいと思ってますが、2番さんに任せます。うん、まあ7さの発言を聞いて投票先は決めます。以上。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、さい僕そんな黒かったかな自分で黒いと思ってないけど。追加できない。あれ追加できない。うん。あ、追加できた。えっとね、 まず一番さん。一番さんが僕を占っ,って言うとしては、だって2番さんもあれだよね。3番さんに入れてるよね。1目線27両方とも黒く見えるはずなのに僕を占ってる。それはどうしてかって言ったら2番さんの方が村目線白く見えてるから。1番さんっていうのは1周目で6番さんを白いと言ってしまった。だから占うのは僕しかない。だから僕に黒を出すしかないんで、1番さんね。うん、俺れ92だから外せないよ。うん。俺急に世だと思うよ。普通に。うん で、6番さん、6番さん、じゃあ、6番さんに言うよ。え、57はないと思うなら3に入れてください。うん。俺、僕、あれだよ。1番さんの SF ずっと言ってるよ。うん。1番っていうのは、え僕がね、初週で5番さんを死んでおいてるっつってのに、1番さんは僕に対してね、7番さんは知らんっつったんだよ。無責任次ぎじゃないし、占い師だったら。うん。だから1のシーンを切ったの。うん。そこなんだけどなぁ。うん。<laughs> で、3番さん。3番さんに関しては、まあ、さっき言ったからいっか。もう一回よっか。1ならはないでしょって。なんで1ならって発言が出てたのって感じなんだよね、うん。うーん。そのぐらいしか言えないな。発言さっきしたばっかだからな。うん。13の発言聞けてないから、それに対して言うこともないしね。はい、うん。そのぐらいかな。言うとしたら。うーん。あとなんか言った方がいいことあるかな。 うん、じゃあ、一番さん、なんで僕占ったか言ってよ。うん。さっきまで全然知らん、知らんって言って無責任だったのに急に占ってきたよね。それなんで、一番さん。うん。っていうとこだな。うん。ま、今日は僕、三番さんに入れます。三番さんに入れます。九番のプレイヤーは、発言してください。七番さ,さんの視点が変だよね。なんで自分をさ、なんだっけ、偽って言ってるかな。その理由全く言ってないよね。うん。うん、しかも自分を黒って言ってるのは、今日自分、それでしょ じゃしたでしょなんで3つなの ?7 番さんの視点が全く理解できない。1番さんが君を見るのは全然把握できるでしょずっと黒い黒言いっていたんだから、7番見るのは全然納得はできるよ。でも逆に5番が2見るっていうのがおかしくない ?5 番こそ3か7見るべきでしょ ?2 を見る必要はないと思うけどね。しかも、こ番さ、なけん、7をちってもいいとかっていう発言が、5番目線3じゃないのって感じで。 うーん。てか、自分死んだからね。うん。3の集めていいよ。うん。自分死んだからね。てか、現状7かな。自分を狂うという理由もないしね。まあ差、3の聞きけど、現状で7かな。1番のプレイヤーは発言してください。はい。7番を狙ったよりは単純に6時に俺に喧嘩を打ってきてるからでしょう。うん。え、何さっき7番さんの発言。あの、 三人投票入れてる、あなた、俺,俺目線さ、二七二七しかないとか、二七は2番は黒くならなかったのとか、もう言ってることに意味わかいでしょ。で、5番さんのさっきの発言もさ、あの7番つってもいいとか言っても、完全にさ、相方を意識したあ、あの、破綻だと思ってるよ。視点破綻ね。相方を意識しすぎたねで。そもそもさ、俺の信用下,下げるのにさ、あの、なんか、占った理由がどうなこうのってずっと占った理由。じゃあ5、さっき9番さんが言ってたけどさ、じゃあ5はに位占った理由なんだよ。2番さんの発言って普通に白かったと思ったけど。 うん、で、6番さんの、あの、7番さんは単純に俺の研究を受てきたら、俺にミスリードしてるのか、単純に、その、もう露骨にガチガチにライン繋がってきたのか分かんなかったから占った。七7番さんはクラウドだったら、今日絶対7番作ってくれよ、本当に。うん。2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいまあ、今日は9番さんでいいでしょう。うん。えっ、ー、と、まあ、一応ね、一応5のシーンを追った場合なんだけど、5の、えー、シーンを追った場合なんだけど、 かかかどっちわかからないよね1番が強靭で9オオカミもあるしだから一応9番を映って5番目線はっきりさせようであれば占いが噛まれるということはないし、まあ、1番が噛まれるということはもうないとは思いますけどね7黒出てるのでだから9番でいいんじゃないかなって思ってますが明日私か6番さんが残ってまあ楽しい楽しい決め打ちが待っているっていうことですね うん、今思考開示したくないかな、うん、残った方頑張りましょう6番さん残ったら頑張りましょうね、うん、紙なしになることもあるかなそしたら仲良く考察していきましょう今日 9, 9番さんでいきます3番のプレイヤーは発言してくださいうん進行はもう革新に任せます私は7番さんの話をしていくうんと7番7番はいはいはい えー、7番さんはね、まず17っていうのはやばいって言ってましたよね。17だったらやばい。なぜかっていうと、1番が真だったらヘイトを買うからおかしい。うん1番が真だったらヘイトを買うからおかしい。んって思いません ?1 番さんが真じゃないなら17。それ自分で認めてるようなもんじゃないのって思いましたけどね。聞いててね。うん。で、えっ、ー、と、9番さんも言ってたけど、9番さんを、えっ、ー、と、例ので絶対確信してたみたいなこと言ってたけど、理由もなし。うん。 9番にしてたから外せ,外せないよって言ってたけど、じゃあ、どっちを釣りたいの誰を釣りたいの私を釣れ,釣ればいいんじゃないのって思ったけどね。9、ま、番、あ、さんは、急釣りで、あのー、主張すればいいんじゃないのって言ってたけど、まあ、私絶対釣れって私の黒要素をしっかり上げればいいじゃんと思ったけど、まあ、それもなしでしょ。17も十分あると思ったけどね。 2番さんがね、その、なんか13ラインがあるから、みたいな話してたけど、ちょっと考えたんですよ、あれから。で、発言順的に、私、1番さんからすると、私、カリウドだったら、7番さんに釣りが行くと思ったからっていうふうにも思ったんだよね。それもちょっと考えた。17でね、身内切りもあるんじゃないかなと思った。で、その点で言うとね、5番さんは私の格黒と言ったんだよね。身内切りも考えなかったのかなと思ったけどね。うん。 なんかありそうだけどね。7番さんは5番さんに露骨にすり寄ってるでしょ。5番、んなんか両方からもね、57も17もありそうな気もするんだよなぁ。とは思った。うん。かなぁ。1番さんに対、まあでも1番さんね、新名があるってわけでもないんだよな、ね。なんかちょっとよくわかってはいない。うん、感じだね。まあ2番さんが、例ノ・オーロラ行くなったり、例のオーロラでいいんじゃない投票を始めてください。 ホラじゃないべ9番のプレイヤーが選ばれました9番。 のプレイヤーは発言してください,、ねださいね、結局、完遂になるんだからね。だから、君打ちして欲しかったんだよ。自分目線に3万を投資化すれば分かるんだからもう。でさ、5番さん変でしょなんで3万んに投票しないの ?5 番さんさ、3万をかくろうって言ってよね。じゃあ、なんで3万に投票しないのおかしいでしょ。7番もさ、結局3万に投票しないでさ、自分釣りでしょ最初 ?3 万は釣るって言ってたくせに、ね、結局自分投票か。 もう自分釣って縄を減らそうとしか考えないけどね。普通に7来ると思うよ。57じゃないの露骨すぎる気もするけどね。まあ、単純に考えれば57の方が濃厚だと思うけどね。31は俺そこまで見えねえんだよな。うん。もう26はもう白でいいでしょも、もう。ーん。ユリコンとしてはもう57釣れば勝てると思いますね。 夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。はい、どうしますかうんど,どっちかみたいですかどっちでもいいですよ。いや、もうおまかもう任せます。い,いや、もうあと5クロ出して、もうあとはちょっとすみません。ちょっとあの、もうご利用しパッションでちょっとお願、うん、いじ込みます。はい。 朝が来ました。昨夜死んだのは。二番。三番。のプレイヤーは発言してください。三黒。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あ五七か。ええー、六八だったな。一七もあるかなと思ったけど。 白出してくるかなと思ってたけどね、5番さんは。それか7かっ黒になるかなと思ったけど。んんんん。だったら今日は、えー、っと、姫打ちだね。うん。7番さんに関してはじゃあ初日から整理していこうか。えー、初日から、えーらえー、っと、私に対して2番突っ込みどころ多かったにもかかわらず、私は2番さんに言ってなかったから黒いと。 まあターゲット絞ってたんじゃないかなって感じはするよね。うん。で、17はやばい。まあこれは反射いっか。まあ違う方しね、実際に。うん。まあすり寄ったって形だったね、これはね。で、9番さん偽の、えっ、ー、と、理由を教えてほしいね。うん。これを教えてほしい、明確に。うん。で、えっ、ー、と、で、昨日誰を釣りたかったのか。これも言わなかったよね。これも教えてほしいね。9偽だから外せないよってみんなにプレッシャーが来てるだけだったよね。 で、5番3に関しては、えー、っと、そうね、身内切りの線を追わなかったのが、やっぱり、決定的かな。5角黒って言ったのもね、どういうじゃあ、え、三角黒か。三角黒って言ったのもね、よくわかんなかったし。で、あと7つってほしいって言ったよね。なんだろうね、自分の真を証明したいから、でも7つり。7, 7つってほしいっていう出現は何だったんだろうね。意図はわからない。うん。 で、えー、っと、2番さんに対してヘイトを向けて占い先にしていた、で、グレーにヘイトを向けてて、例の釣り先を言わなかったから、それは私もそうだったでしょっていうところだよね。うーん、ニクロ出すつもりだったのかなとも思うよね。今日は7でお願いします。5番のプレイヤーは発言してください。 桂馬、はい、に入れた理由は普通に考えて票をばらけさせたくないからですね。で、3番さんに言っておきます。3番さん、昨日発言で17ライン、57ライン、身内切りを考えなかったのか考えないです。1番さんが7番さんに黒を出していることから、1番さんの強靭目は薄いです。1番さんが強靭であれば6に黒を出します。というところで、1番さんはオオカミだと確信してました。で、3番さんが黒だと思ってました。身内切りを考えない。考えないです。うん、考えるメリットがほぼほぼないです。 うん、で3番さんはじゃあ17黒、57黒どちらかを昨日追ってたと言いましたただ3番さんが叩いてたのって俺だけですよね身内切りも考えなかったのかなそれだけで私だけの締めを下げてきた3番さんが黒です。はい、で黒ですねこれはで まあ普通に考えて6番さんが今、一通ポジなんですけども、今日は3番さんに入れるか7番さんに入れるか、5、7は3番さんに入れます。1、3は7番さんに入れてきます。なので7、6番さんが決めてください。で、1番さんと3番さんが、私が7番さんを釣りたい。 釣りたいなんんてて言ってません私は37ランで7を釣ってほしいあ、間違えたと言ったんです。普通に37で俺は話をしてたので、3番さんを釣ってほしいっていうのを間違えて7番さんを釣ってほしいって、ただ言い間違えただけなんです。そこを揚げ足してるのように1番番、1番3、3番さんはもう。 あここだ、ここだ、ここだっていうふうにもう言ってきてるだけなんです。そういうゲームだからね。はい、そ他に俺の黒要素は言ってきませんよね。俺が7番さんを釣りたいと言ったこと、そして身内切りを考えなかったこと、それだけが押す要素なんです。6番さんに言っておきます。6番さん、しっかりと考えてください。うーん、そうですね。なので1、13黒黒もう8 9の89の心境は分かりません、正直。 うん。だから私普通に言いましたよね。37どちらかでいいと。9番さんが白を出してることから、狂人だったら黒を出す可能性もあるので、9番さんかもしくは37でいいと言ってます。6番のプレイヤーは発言してください。カメや。場所構わんかい、人狼。<laughs> おい。ちょっと待ってね。表を合わせましょう。あ、そうだった。表、えっと、を合わせましょう。えっと、37ランでいきます。なので、13オカミ、57オカミ。 どちらかのペーセットだと思っているので、13は7に、57は3に入れてください。僕は一回放棄します。37の,の、次も聞きたいのでね。<laughs> まあ、そうだな。<laughs> うん、わかんないんだけど、3番のね、昨日の17を見ようとしたっていう視点が、村っぽく感じちゃってる、俺は。うん、3番が狼だった場合って、17のラインをゴリゴリに押すと、15、3番が狼だった場合って、 57のラインをゴリゴリに押すと思うんだよ。うん、17まで追ってるのって3番、村田だ,だからこその考察なのかなって思ってしまった。うん、いや、分かんないな。7番さん初日ら強気なんだよね。そこ狼っぽくないんだよね。37どっちも非狼様子がある。うーん、ちょっと発言かいてかんなくて、昨日2番なんて言ってたっけ 二番さん昨日なんて言ってたっけなんか二番三期の5、5の黒硬いみたいなこと言ってたよね。言ってたっけ忘れたけど。まあ、26どっちも噛んでも発言順の有利さは出ないから。だから、なんだろうな俺昨日37、57だったら起すぎる。でも37わかんない。わかんないって言ってたから。残すなら俺なのか。どっちでも俺を残すか。この紙からの考察はできないかなうん、ちょっとまだ無理ですね。 まだ決めれないから。とりあえず、7、1のコツ。で、7番さんは3番さんに対しての殴り、質問。それに入れてってください。1番さんも。1個発揮きします。7のランで行きましょう。以上7番のプレイヤーは発言してください。うん、じゃあもう3番さんに言われたこと全部返すけど、僕は全部言ってるからね。3番さん把握もれとか聞いてないだけだから。俺は9のニセ予想1周目に言いました。9番さんっていうのは5、7と同じことを言って、2番と3番に対してずっと殴ってるだけってね。 うん、9のニスヨス言いましたよ。うん、で、僕は2周目 ?3 位置言ってないっす僕は3番釣りたいって言いましたよ、うん。聞いてないだけですからね、3番さん。うん、じゃあもう一回9のニースヨスを言ってあげようか。さっき9番さんっていうのは、えー、6人白でいいでしょって言ったんで、もう白角なんで見えてないんだよ、うん。ここまで言ってるよね。でね、じゃあ6番さんが疑問に思ってたのかな ?3 番さんの新要素。えー、17を見たのが新って言ったけど、えー、さっきの番目、えー、仮に1番、3番さん目線1番が釣られたとしても、僕、えっ、ー、とね、 僕を黒く置いとけば、17ローローっていう線でまだ生き残れる可能性があるんだよ、3番目線で。その線を少しでも残したいキャラ、17ローローを追ってるんだよね。うん。わかるかな言ってる意味。仮に1番が釣られたとしてもね、3番じゃなくて7番の方が黒いって言っとくことによってね、ローロー囲いを追わせるんだよ。それが3番さんの目線ね。6番さん。<laughs> でいこで1番さん、1番さんだ、さっきも言ったように、喧嘩打ってきたから占ったって言ったけど、僕1周目から喧嘩ってるんだけど、1周目は喧嘩打ってるように見えなかったのかな。 2周目、二周目になって喧嘩売ってるように見えたのかなうん。で、急に早口になったよね、一番さ。焦ってるんじゃないうん。一番さ、もおかしいんだよね。喧嘩売ってると思うなら一周目、一日目の一週目の段階で僕に対して言えばよかったじゃん。なんで言わなかったのって。うん。無理があると思うぞ、一番。でどこかなもう6はなんか放棄しなくて決めよってほしいんだけども、普通に。時間の無駄だと思うぞ。 5、7で見るか、1、3で見るか。別に6がこれで僕に入れても、僕は 6, あの6番さんに関して別に怒ったりはしないからな。自分の思いに入れてほしいと思っている。ただ6番さんの疑問に思っていることは僕は答えてあげた。うん。<laughs> で、どこかなうん。で、ところかなうん。3番に入れてください、6番さん。お願いします。1番のプレイヤーは発言してください。今日は絶対7番に行ってほしいんだけど、7番さん、あの1周目かなり強気だったのに、6番さん覚えてる週 ?7 番さんの2周目の発言。 発言俺、そんなにかったかなとか言って、いきなりなんか弱気になったよね、俺に黒だされて。うん。だから、ろ骨すぎたけど、そのラインだったんだよ、普通に。で、5番さんはさ,んなんかさあの、俺の言い間違いをそこだそこだってついてきてるって言うけど、単純に相方を意識しすぎた視点破たんでしょっていう話。で、3番を書くよとか言ってるし、占ってもないのに、あなたの裏だって言って、2番すんでね。で、占ってもないのに、いきなりな37ののランとかわけのわからないことを言ってるしあの、なんか言い間違いだとか言って言ってるけど、単純に相方を意識しすぎた結果だったんでしょっていう話。 単純にあの最初あのラワに触れなかリーのったら時間がなかったからでしょ、うん、っていう話今日絶対に思いつよ本当に <laughs> パッション投票を始めてください <laughs> <laughs> ありえんオラじゃないべ <laughs> めっちゃ謝ってる。 7番のプレイヤーが選ばれましたーゲーム終了。人狼の勝ちです。オッケーいや、17、ミちチギリ寄ったのはでかかったなまあでも、決戦投票になっても勝つ自信はあったなこれは。

いやー、よかったよかったよかった。いやー、めっちゃ緊張した。コメントではどんな感じでした負けそうな感じしてたかないやー、なんか反省点あるかないや、17のミーチギリを追ったのはなんか割れながら結構良かったんじゃないかなと思うけどな。だし、遺言でもやっぱ17の話をするつもりだったから。 最初結構ね、ヘイト向かってたけど、なんかでも割と冷静に返せたのが良かったかなと思いましたね。うん、雑になんかヘイト集まってて、まあ一番さんは確かにね、私釣りたくなくてっていうのはもうギクって思ったけど、まあそこで別になんか特に焦ることもなく返したのが良かったんじゃないかなと思います、ね、<laughs> 大根盛りいやー勝てて良かったー嬉しいめっちゃ嬉しい あとなんか反省点あるかな。やっぱあれですよね。発言をもうちょっとまとめないとな。まあ、バグもあるから、バグも見越してもっと短めにやっていかないとな。もっと言いたいことをこう、パパッと言わないとな。なんかね、こう主張を先に言って後から理由を言うみたいなのもちょっと実践したんだけど、それだったら時間足りないからな。やっぱ言いたいことを優先順位つけていくっていうのが大事ですよね。 うん。あとなんかあったかなぁ。あ、9番ーーさん狂人だったんだ。へー、まあ、キュー。バ番さんもね、すごい助かりましたね。一番さんのパッションも良かったしあ。助けられましたね、狼 G。うーん。まあ、すごいね、落ち着けてたと思う。ここ最近の狼、もうずっとパニックってあわあわして。 しょ、速攻釣られたと思う。多分なんか今までの僕だったら、普通にね、あの9番釣る場面で僕釣られたと思うわ。すごい落ち着いてできましたね。よかったですね。すごい泡をアわしてたから、ここ最近。初日は釣れたのがでかい。そうですね。8番さん結構2周目新目ありましたけどね。あ、てか、あれだったっけ僕釣られそうだったんだっけワンチャン。 つられたら終わってましたね。あとね、5番さんの、あと言いたかったのが、番これね、まあ、メモを見てもらったら分かったと思うんだけど、強靭なら白しか出さないって言うんだったら、じゃあ、じゃあ白出した方強靭ですぐ分かるじゃんって言えたと思うんだよね。そうそう,そう。これちょっとし、あのー、結成になったらいいよと思ったんだけど、 2番さん、そうそうそう、集結杯のモリアーティさんですね。そうそう,そう、集結杯、人狼殺集結杯の、僕が出たやつでね、一瞬出てくださった方ですね。まあそうね、2番さん占ってくれたのもでかかったね。それは確かにありました、ね。うん。GG。よかったんじゃないですか、割と。ちょっとこれはね、受信を、本当は良くなかったかもしれないけど、 自信を持つためにちょっと良かったって言っておこう。自信も大事だからね、人狼はね。